エドアルド・アナトリエビッチ・ストレリツォフは、ソビエト連邦出身のサッカー選手である。FIFA ワールドカップ出場がないこともあり、国際的知名度は高くないが、1950年代から1960年代にかけてのソ連を代表する、伝説的 FW で、ロシアのペレと呼ばれる。1953年に、トルペド・モスクワのユースチームに加入し、 1954年に17歳でソ連リーグデビューを果たす。トルペドではワレンチン・イワノフと強力な2トップを組んだ。1955年に15ゴールを挙げて得点王に輝く。ソ連代表に初招集されたのは1955年。デビュー戦のスウェーデン戦でいきなりハットトリックを挙げてソ連は6-0で解消した。 1956年のメルボルンオリンピックでは4試合出場にゴールで金メダル獲得に貢献した。順調だった彼の人生は1958年に大きく変わる。W ハイスウェーデン大会初戦が2週間に迫った時期にストレリツオフはレープ事件の加害者として起訴された。自白すれば W 杯に間に合うという甘い囁きもあったが、 現実にはそうはならなかった。結局、エースを失ったソ連は準々決勝で開催国スウェーデンに敗れた。有罪判決を受けたストレリツオフは強制労働書に送られ、サッカー選手としての最盛期を無意に過ごした。しかしこの事件の真相には疑わしい部分が多く、当局により仕組まれた罠との見方が支配的である。彼が、 KGB 系のディナモモスクワや、赤軍系のチェスカモスクワへの移籍を拒否したため、または、彼の奔放で、無軌道な振る舞いを潔癖主義の当局が嫌ったため、または、政府用心のエカチェリーナ・フルツェワの娘を、公の場で侮辱する発言を行ったためなど、原因には、諸説がある。1963年に、モスクワに帰還。当初は、 トルペドの母体である自動車工場のアマチュアチームでプレーしていたが、1965年にトルペドに戻り、同年のソ連リーグで優勝した。ブランクを経て、プレースタイルは以前のストライカーからプレーメーカーへと変わっていたものの、その才能の輝きは変わらなかった。1966年に再び代表に招集され、 1967年と1968年には、ソ連年間最優秀選手賞を受賞した。1970年に、負傷のため引退した。1990年7月22日に、トガンで死去。彼の功績を称えて、トルペドスタジアムは、エドアルド・ストレリツォフスタジアムに改称された。今日のロシアでは、彼が得意としていたかかとによる、パスそのものが、 ストレリツオフと呼ばれる。そして現在も彼の潔白を主張する人々によって不名誉なレープ事件の見直しを求める活動が続けられている。ありがとうございます。